こんにちはマークロイです、えー、今回は、これでいいのか、千葉県統括活難っていう、えー、地域指標シリーズっていう、あの、マイクロマガジン社が出している本があるんですね。で、その、まあ、ああの本の紹介をさせていただこうかなというふうに思います。えっ、ー、と、統括活難っていうのはですね、千葉県のね、えー、北西部にある地域なんですが、統、ま、括、あ あの東葛飾かとも呼ばれてますが例えばあの松戸柏野田我孫子流山鎌ケ谷とかこの辺りが統括エリアで「葛南エリア」っていうのは船橋市川浦安習志野八千代辺りのねエリアですねあの東京湾沿いかなあのエリアをさずエリアになってるんですね。 でえっとね、以前もね、あの、統括のエリアはね、なんか本出されてたらしくて、カツナンはね、多分ね、中心になった本はなかったのかなああ、っていう感じで、まあ、再構成して、統、え、括、ー、とカツナンのエリア、両方をね、入れた本になってます。最初のね、一章の方では、えー、まあ、歴史ですね、統括・カツナンのエリアの、えー、歴史、千葉の北西部の、あの、 歴史、えー、古代からだい、まあ、あの近現代までザクッとね、えー、歴史をつか、うん、んでやってます。で2章ではね、まあ、統括方なんてどんなところかっていうのをだいたい地理的な感覚で、えー、書かれてますね。 そうこれれ出されたのが2020年なんんでで、まあ、比較的新しいんですよだからまあ,あのコロナになってからの最初の年に出された本なんで、まあ、そのコロナ禍のね状況なんていうのもねちょっと書かれていますね。え3、ー、ではねあのその統括勝浪に住んでいる住民の人たちがどんな人たちなのかっていうのを、まあ、あのまあちょっと面白がおかしく書かれていたりしますね。 あと、第4章のところでは、あの、主にね、統括エリア。ま、あれですね、やっぱりね、全体的にね、勝南のエリアよりも、統括エリアの方が、ちょっと重点的に書かれている感じがします。で、特になんかね、あの、この方が出身っていうわけではないのかもしれませんがね、松戸市ですね、をね、まあ、あの、比較的取り上げられているんじゃないかなというふうに思います。柏もね、あの、含められてたりしますし、あと、流山がね、意外に、ね、ちょっと少ないなというふうに思いまして、 最近ね、流山市っていうとね、結構ね、あの人口も増えていますし、注目されているところなんですが、まあ、個人的な感覚では確かにね、流山大鷹の森の駅周辺は本当に発展してるんですけど、それ以外の駅周辺っていうのはね、まあ、確かにちょっとローカル感がかなり非常に強いなというふうに思いますんで、まあ、そこで今回はちょっと省いたのかなというふうに思います。でもね、まあ、松戸のね、出身の方とかはね、結構ね、あの、これ読むとね、 あ,のあ,あ,あそこかっていうふうなのが結構わかるんじゃないかなというふうに思いますまあ各ね、えー、他のえっ、ー、とまあ阿だとか鎌ヶ谷だとか他のねえー、と統括エリアのことについても書かれてるんでぜひ、まあ、見ていただきたいですねで次の第5章では、えー、勝南のエリアですね勝南もね一応やっぱりあのあたりは、まあ、船橋を中心かな あとは、まあ市川とか浦安とか、まあ、奈良市の八千代とかね、まああったりするんですけど、うん、勝南のエリアはね、ちょっとこれはね、そんなに多くは含まれてないですね。個人的にはこの勝南のエリア、まあ、勝南ってね、あんまりメジャーな言い方ではないかもしれませんが、あの、東京のベイエリアとか、なんかさまざまな呼び方ありますけどね、あの、まあ、 主にあれですかね総武線とか京葉線とかの沿線のあの都市になりますけども、うんこちらのね章はねちょっとね,ねあのこの本ではね少ないんでね、うん、またいずれその活南エリア中心のあの本っていうのも出してほしいなっていうふうに思います。でまあ最後の章ではあのまとめということでまあ、今後のねその東葛活南エリアはどうやればね発展するかみたいなことをまあ、書いていたりしますね。 まあね、この地域費用シリーズっていうのは僕ちょっと今回初めて読みましたので、他のね、本っていうのもちょっと比較してね、今度ね、見てみたいとは思ってるんですけども、うーん、まあ、あの、まあ、読みやすいたちですね、あの文庫版なんで、非常に読みやすいですよ。もう一日ですぐ読めちゃう本なんで、ぜひね、千葉県のその統括・活難のエリアの方はもちろんですけど、まあ、千葉県以外の,あの出身の方にもね、まあ、この本ま、まあ、 読みやすいなというふうに思いますね。でね、この地域表シリーズ出してる、このマイクロマガジン社のね、数のね、なんか YouTube もあるらしくて、ちょっと見たことあるんですけどね、ちょっとね、あのー、取り上げてるトピックがね、ちょっとマイナーっていうか、まあ、ちょっとざくばらに雑,、あのー、雑談形式で喋ってる感じなんでね、まあね、あのー、本の方ですね、基本的には。この地域表シリーズってなんかもうかなり出てるらしいんで、ぜひね、興味のある方あ、見ていただきたいなというふうに思います。今回は これでいいのか千葉県東括活難といった本をね、紹介させていただきました。またね、こうやってあの、本のね、紹介などもね、ここで話させていただきますんで、えー、その時はよろしくお願いします。今回は、ありがとうございました。マーク・ロイでした。